ひとまず安全か。パッツ。ていやいやてい、よしいけるな。もう敵はいないね。どうも。ああ、そうだが、そういうお前は誰だ？はい、そうか、助かる。それでどんな状況なんだ？セルバンだと？セルバンといえばディアスを影から支える知性派で有名なやつじゃねえか。思った以上に大物が動いてやがる。この作戦、何が何でも成功させないとまずいな。え、どういうことだ？どうも。では。まずい状況だな。敵の態勢が整う前に打って出なければならない時に中に入れないのでは話にならない。まったくだ。その上セルバンの銃主隊が出張ってくるとはな。とにかく入り口がどんなもんか見に行ってみようぜ。やれやれ、こりゃ見事に塞がってやがる。失礼します。ああ、連絡員から大体の話は聞いた。それより使いは出したのか？おいおい、まずいな。今から使いを出してたら、たとえ爆薬を調達できたとしても日が暮れちまうぞ。とはいえ爆薬がないことには何もできん。ロシ隊長、ここに魔導兵はないんでしょうか？あれに乗れれば自分でもあの岩なんて簡単に。あんな高価な兵器がこんなところにあるわけないだろう。ですよね。憧れの魔導兵に乗ってみたかったんですが。見るだけならアリステル城の地下で見られるぞ。フェンネルって技師が作ってるんだ。しかし本当に困ったな。俺のガントレットでもこれじゃ動かせないしな。中に入れないのならここで待ち伏せしてはどうでしょうか。アリステル領に入るならどうせここを通るしかありませんし。確かに待ち伏せした方が有利に戦えることは確実だな。ソク、お前はどう思う？いや、待ち伏せには時間がかかりすぎる。やはりここは。いや、ストップ。困ったことになったね。お前たちが出てきたということは、ここでも歴史が乱されているのか。そうだ。ここには書の力を感じる。君とは違う別の書の力だ。前にも同じようなことがあったのを覚えているかい？ああ、覚えている。そしてこの問題を解決する方法もな。さすがですね。話が早く進みます。向こうの世界で商人が殺され、それが遠因となってこちらの商人も死んでしまった。つまり向こうの世界の過去で商人を助ければいいんだな。そうです。さっきあなたは連絡員と話をしましたね。その後で彼は場所を移動したけれど、このことが向こうの世界に変化を与えているはずです。向こうの世界でそれらしい出来事を探してみるといい。もし彼と会うような約束があったのならば特に注意すべきだろうね。分かった。そうしてみよう。ストック副隊長？おい、何をさっきからブツブツ言ってるんだ？まあ、すまない。気にしないでくれ。爆薬の調達方法を考えてくれてたんならありがたいんだが、あんまりこいつらをビビらせないでくれよ。それで明暗は浮かんだのかい？いや、今のところは。着いた。待ち合わせ場所。もうしばらく連絡員を待とう。わざわざ場所を指定されたんだ。それにもしアルマ鉱山で会えても俺たちがハイスの使いだと認めてもらえない可能性もある。俺たちは身元がバレるようなものは置いてきたからな。そうね。ストックがそう言うなら。うん。もういいじゃない別。そういう。うん。おっと。いや、それより情報を教えてもらおう。ええ。そんな。じゃあクローンオルグに行くにはどうすれば。アルマ鉱山から抜け道があるって聞いた覚えが。じゃあどうすればいいの？砂の砦もダメ、アルマ鉱山もダメ。オルグに行く方法なんて。はい、ハイスのやつ、こうなることが分かっていたんだな。話は分かった。確かに砂の砦の方がいくらかマシなようだ。砂の砦を通りグランオルグに入る。ハイスにはそう言っておけ。はい。兄貴、そこまでだお前たち。おい兄貴、分かったっす。エルツ。正念場。さてとせーのほらやるぜ。 俺様やるぜ。どうだ。そこ。せーの。もうダメっす。緊張した。くそー。 ストック。ヘルツ。わかったっす。騒がしい連中だったけど無事解決だね。 どうも。たまたま通りがかっただけだ。気にするな。パルキンと申します。アリステル軍への物資か。ええ。 特殊な爆薬。おや？そうだな。聞かせてくれ。爆弾か。ちょっと面白そうね。ええ。 よかったねストック。ま、私には必要ないスキルだけどね。まあ人には向き不向きがあるよね。何言ってんのよ。面倒だから覚えなかっただけ。覚えられなかったんじゃないの。 行くぞ。このまま西に向かえばラズベル丘陵を抜けられるよ。Hey.なんか買ってけ。こっち。ストック、こっちはアルマ鉱山だよ。連絡員の人が言ってたよね。